新型 BMWX4 製品発表記者会見にお越しくださりありがとうございます。本日の司会を務めさせていただきます藤本恵美里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに BMW 株式会社代表取締役社長ペーター・クロンシュナーブルより皆様にご挨拶をさせていただきます。皆様こんにちは。 I'm Peter Kronschnabel, the President and CEO of BMW Group Japan, and I would like to welcome you all here for the press conference of the all-new BMW X4. But before starting with my speech, I would like to say that all my thoughts go to the people of Hokkaido who were affected by the large earthquake of earlier this morning.This has been a shocking week for natural disasters, with a strong typhoon hitting the West Japan area only 2 days ago. On behalf of the BMW Group, I extend our deepest sympathy to those who have suffered tragic losses in these terrible events. BMW X models form a major partOf our sales volume worldwide. Since the launch of the first BMW X5, 初代 BMW X5 を1999年に発売して以来、このスポーツアクティビティビークルはブランドの収穫を成しています。2017年、 X モデルファミリーは世界の BMW 販売台数の3分の1以上を占めました。日本での BMW X モデルの販売台数は2010年から2017年まで倍増いたしました。 BMW ジャパンでハイブリッド車、販売した最初のディーゼル車、最初のハイブリッド車、最初のプラグインハイブリッド車は全て X モデルでした。今年は X モデルの年です。2017年の後半には高級かつ実用的な中型スポーツアクティビティビークル BMW X3 をリニューアルしました。その後全く新しいミレニアル世代に向けたスポーツアクティビティクーペ New BMW X2 を発売しました。さらにそう遠くない未来、全く新しいモデル BMW X7 と EV の BMW iX3 を導入します。本日当初はエレガントなスポーツアクティビティクーペ新型 BMW X4 をご紹介します。魅力的なデザインとスポーティーなパフォーマンスの新型 BMWX4 はこのセグメントの新たなスタンダードとなる時代です。新型 BMW X4 はさまざまな理由で素晴らしい車ですが、私が特に気に入っているトップ5を挙げてみましょう。第一に、エクステリアデザインです。エレガントでスポーティーな新型 BMW X4 は卓越した存在感を持っています。私たちはそれをパワーオブスタイルと呼んでいます。新型 BMW X4 のフロントのデザインはたくましく躍動感があり、しかもエレガントです。風を切るようなシャープなクーペデザインはまさに BMW X4 のスポーティーさを際立たせています。彫刻のように深く刻まれたラインと細長い LED ラインが新型 BMW X4 の個性である重心の低いデザインを見事に象徴しています。もしレースで隣に並んだら思わず目を奪われるでしょう。街中で駐車しているのを見たら一周して眺めていたくなるでしょう。 BMW X4 には BMW X モデルならではの特徴とクーペのスタイリッシュなプロポーションが組み合わされています。いわゆる SUV スポーツユーティリティビークルではなく、まさにスポーツアクティビティクーペ SAC と呼ぶにふさわしい車だと言います。目を引くデザインに続いて BMW X4 の次のポイントは真のパワーです。発売と同時に
高性能なロッキとエンジン搭載モデルを導入します。この BMW M パフォーマンスのモデルには文字通りロケットスタートを可能にするローンチコントロールを装備しています。新型 BMW X4 M40i は静止状態から時速100キロに達するまでわずか 4.8 秒です。新型 BMW X4 に搭載されるスリリングなエンジンはそのサウンドも加速力も力強く BMW の駆け抜ける喜びを完璧に表現しています。このことは3つ目のポイントにも関連しています。これは新型 BMW X4 のスポーティーな運動性能です。すべてのモデルバリエーションに M スポートサスペンションを標準装備しています。低重心化と軽量化により新型 BMW X4 は過酷な条件下でも俊敏な走りを提供します。4つ目のポイントはエクステリアと同じように新型 BMW X4 のインテリアも印象的であるということです。新型 BMW X4 のインテリアは明らかに一クラス上の高級感があります。インテリアトリムや仕上げのクオリティは比類がなく、上質な素材を使用し、エレガントで洗練されたデザインとなっています。新型 BMW X4 には、アンビエントライトが標準装備されており、お客様はムードに合わせてインテリアの照明の色を変えることができます。もちろんこのモデルにも最新のナビゲーション、コミュニケーション、インフォテインメントの機能を用意しています。大画面のタッチスクリーン式コントロールディスプレイ、高解像度のヘッドアップディスプレイ、パノラマガラスルーフ、遮音性の高いウィンドスクリーン、自然な話し言葉で利用できる音声入力、ジェスチャーコントロール機能、ベンチレーション付きマッサージシート、フルカラー表示のディスプレイキー、新型 BMW X4 のインテリアのすべてがこのセグメントでは群を抜いています。5つ目のポイントは最先端のドライビングアシストテクノロジーです。安全性と快適性を高めるデザインの各種ドライバーアシストシステムが運転時の安らぎと駆け抜ける喜びを一層確実なものにしています。こうしたシステムにより新型 BMW X4 は走行車線を維持し、前方を走る車との安全な距離を確保します。これは決して新しいテクノロジーではありませんが、新型モデルの開発と並行して動作の正確性や使い勝手の良さを改善し続けています。こうしたアシスタントシステムはもはや一般的で日々の運転にも有用です。例えばステアリングレーンコントロールアシスタントは現在高速走行での利用も可能となりました。これにより安全かつ容易にトップスピードを保ったまま走行できるようになりました。またパーキングアシストプラスは道路に平行な縦列やあるいは直角駐車する場合にもドライバーを支援します。このシステムはコントロールディスプレイに車両とその周囲360度の画像を表示します。この画像を離れた場所からドライバーが自分のスマートフォンで見ることもできます。こうした機能の数々によって BMW X4 がこのクラスで新たなスタンダードを確立する要となっています。新型 BMW X4 は高級車に期待される快適性や利便性を全て備えていますが、実際にはスポーツアクティビティクーペであります。つまりこの車に乗る人や荷物のための卓越したスペースに加え、本物のオフロード性能を備えています。荒れた路面、砂利道、深い雪の積もった道、急な斜面も気にしなりません。優れたトラクション、高い地上高、大きなアプローチ、デパーチャーアングルなど BMW X4 はあらゆる特性を備えています。車内ではさらに広くなった足元と
便利な分割可動式のリアシートでくつろぐことができます。ラゲッジルームにはオフロードでもオンロードでも旅に出かける際のキャンプ用品やスポーツ用具などを収納できる十分な広さがあります。このように新型 BMW X4 は内側も外側もまたフロントもリアも新入を持ち、若々しい情熱を忘れない人々にとってまさにパーフェクトな車だと言えます。ご清聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。新型 BMW X4、 皆様いかがでしょうか。力強くありつつもエレガントなデザインだなと私は感じていますが、こちらの展示車両は単なる BMW X4 ではなく、さらに特別な BMW M による高性能モデルと伺っています。良い機会ですので改めまして BMW M について皆様にお話しさせていただきたく思います。引き続き BMW 株式会社営業ディビジョン BMW M セールスマネージャーの松井裕樹よりプレゼンテーションをさせていただきます。BMW ジャパン営業ディビジョン M のセールスマネージャーをしております松井裕樹と申します。本日この X4 の発表会にお越しいただきまして、私からも感謝申し上げます。ありがとうございます。 M40i の M のバッジをつけたモデルということで、このいい機会にですね、私の方から皆様方に改めましてこの M モデルについてご説明させていただければなというふうに思っております。まずはじめに2017年 M モデルですけれども、販売登録台数過去最高を記録いたしました。今年もですね、2018年累計の数字でですね、昨年達成したこの過去最高の記録を勝る数字を今推移しております。本当に嬉しく思います。まずはじめに、私の方からはこちらスライドにありますけれども、 BMW のブランドポートフォリオというものをすでに車関係のですねメディアの方ご存知かと思うんですけれども、 BMW は大きく分けて2つのサブブランドを持っております。1つが向かって左ですね、次世代モビリティの象徴、プレミアム次世代モビリティということでオファーさせていただいております BMW i ブランド、そして右側、ハイパフォーマンスですとかダイナミック、そういったものの象徴でございます BMW M モデル、私が担当しますこちらの BMW M モデルですけれども、少しだけ歴史を話しますと、1972年にですね、元はですねモータースポーツゲームベーハーということで、レーシングカーですとか、モータースポーツもうレースで勝つための車の開発からスタートしております。そしてですね、1993年に、M ゲームベーハーと名前を変えまして、高性能モデルである M モデルをはじめとし M のパフォーマンスパーツの開発、またですね、BMW インディビジュアルという特別注文モデル、そして、BMW ドライビングエクスペリエンス、お客様向けのドライビングスクールですね、そういった多岐にわたる業務をしております。その中で、本日はですね BMW M、 ここではあえてですね BMW の M ハイパフォーマンスと呼ばせていただきますけれども、こちら先日ですね、プレス発表ありましたが、 BMW M2 のコンペティションをはじめとする、ハイパフォーマンスモデルですけれども、こちらはもうすでに皆さんご存知かと思いますが、レーシングカーまたはモータースポーツといったものの思想が開発のメインキーとなっております。究極のドライビングプレジャー、究極のシェアドライビングプレジャーを叶えてくれるモデル、また走りに妥協しない BMW において最も高性能のモデルを運転したい、そういうお客様に、お客様向けの車なんではないかなというふうに思います。
そして、本日、こちら、展示させていただいております X4 の M40i に代表される、BMW M パフォーマンスモデルと呼ばれる車ですけれども、先ほどお見せした、ブランドポートフォリオの中のですね、通常のモデル、まあ、ベースモデルと1ページ前の M のハイパフォーマンスモデルの真ん中に位置するようなモデルです。私営業をやってますと、実はこのモデルって M モデルなんですか、通常のモデルなんですかっていう、すみません、お問い合わせがあったりするんです。実はこちらの車両 M 社が手掛けております。 M の設計基準でできております。したがって紛れもない M のモデルです。じゃあどのような違いがハイパフォーマンスモデルとあるかなんですけれども、先ほどのハイパフォーマンスの M2、 あちらはですね、どちらかというとやはりサーキットでの限界走行、やはりラップタイムですとかそういうものにこだわりのあるお客様、じゃあこちらはというとですね、サーキットに持ってってこう限界走行をすごくするまではいかないけれども、普段のですね、街中での走行ですとか普段使いにおいてワンランク上のパフォーマンスが手に入れたい、満足感が欲しい、そういったお客様にすごく最適なモデルなんではないかなというふうに思います。まあ、本日ここに X4 の M40i、ありますので、先ほど社長クノンシュノーブルの方からも商品概要の説明ありましたけれども、私からも少しだけかいつまんでさせていただきます。まず、パワートレインは、3リッター直列6気筒エンジンを積んでおります。通常のモデルが2リッターの直列4気筒エンジンですので、まずそこからですねパフォーマンスが違います。360馬力そして500ニュートンメーターを発揮します。まあ本当に普段使いにおいてはですね、パフォーマンスという意味ではもう十分な、そんな、パワートレインというふうになっております。また M40i 特別な装備としてですね、こちらのホイールも21インチのホイールを履いております。したがってスポーティーさ、存在感というものを増しております。ちょっと前からだと見にくいかもしれません、この角度だと見にくいかもしれませんけれども、実はこの M40i ですがですね、ちょっとしたまた特別感が出ているものもあります。例えばこのグリルですとかエアインテークの色味が若干違います。ですので、先ほど申し上げた通りやはり通常の M のベースモデルからちょっと違う、一味違う味を出している車という形になっております。まあ、なんとなくこの M のハイパフォーマンスモデルとパフォーマンスモデルの違い分かっていただけましたでしょうか。まあ、おさらいをしますと、やはりレーシングカーがベース、その開発の思想がベースとなって車両が作られている、それが M のハイパフォーマンスモデルです。そして街中での走行ですとか高速道路ですねの走行でワンランク上のパフォーマンスを手に入れたい、そういうモデルがこちらの M のパフォーマンスモデル X4M40i に代表される M のパフォーマンスモデルとなっております。こちらのスライドに映し出されておりますのが2018年9月現時点での M モデルのラインナップになります。実は全てのベースライン、ベースモデルのに全てM モデルが設定されているという形ではないです。まあ、限定的に今までオファーされてまいりました。それが今後ですね、 M どこに向かっていくのかと、今本社の方ではですね、こちらの M のハイパフォーマンス、そしてパフォーマンスモデルのここ数年で拡大するという計画がされております。あくまでこの、イメージですので、この台数は特に皆さん関係ありませんけれども、イメージだと思って捉えてください。特にですね、こちらのパフォーマンスモデルの拡大にはですね、本社の方かなり力を入れておりまして、ここほんと数年でですね、多くのモデルが導入される予定でおります。
昨今ですね、BMW をはじめとして、フューチャーモビリティですとか電動化、安全運転等々、やはりそのようなものがですねフューチャーされております。ただ、それと同じくらい私は大切だなと、車を運転する上で大切だなと思うのがですね、やはりご自身、ドライバーご自身がこの車のステアリングを握って車を操る、そしてそれを楽しむ、そういうことがこの車においても大切なんじゃないかなというふうに思っております。 BMW のシェアドライビングプレジャー、駆け抜ける喜びを最大限に体験できるこちらの M モデルの今後の展開にご期待ください。最後に、私の方からムービーをですね、流させていただきまして、プレゼンテーションとさせていただきます。本日はご清聴いただきありがとうございました。